ようございます。ポテンシャルガッツロです。ということでですね、本日は2月の14日、なんとバレンタインデーということです。おめでとうございます。まあそんなバレンタインはね、僕にとっては何の縁もない話なんですが、僕にとっては今日ついにオーストラリアに帰ることになりました。いやこのね、日本への一時帰国、とてもたくさんの友達とね、遊ばせていただいて本当にありがとうございますという感じなんですけど、まあついにね、まあ日本も出なきゃいけないと、オーストラリアに帰って仕事して学生生活また戻るという感じなんですがね、また大変な日常生活が続くようになりますが、まあね、みんなからたくさん元気をもらえたので、残りの学生生活も頑張れるように、とりあえずね、今日今から準備をしてオーストラリアへ帰国していきたいと思います。常にね、朝ごはんとか身支度っていうのかな、あの顔洗ったりとかがもう終わったので、荷物をまとめて早速お昼頃に出発していきたいなと思っております。ということで早速準備していきましょう。早速ね、全ての準備が終わって今スーツケースを転がしてバス停に向かっていますと、今から空港に向かってオーストラリアに帰っていきたいと思います。空港に着いて、速攻でチェックインを終わらせて、速攻で搭乗手続きを終わらし、もうすでに飛行機に乗っているという状況になりました。今回はね、台湾の舞台なので、今から3、4時間ぐらいかけて台湾に行って、3時間して待機のシドニーに向かっていきたいと思います。あっという間の一時帰国でしたが、飛行機に乗るまでにまあいろいろ思い出を振り返り、楽しかったなと、最高の友達を持ったなと思うと同時にね、残りの学生生活、大学生活頑張って、成長した姿で帰っていきたいと思います。現在台湾まで移動していきます。ということで、とりあえず早速シドニーに着きました。今からね、本当はあのタクシーみたいなやつを使って帰ろうとしたんだけど、6000円というね、バカげた金額がね、かかってしまうので、電車とバスを使ってお家に帰っていきたいと思います。いや、にしても日本が冬でね、普通にヒートテック取れなくて、いや知ってたけどね、オーストラリアが夏って暑いのは知ってたけど、さすがに暑すぎた、暑すぎた。昨日飛行機ね、台湾からシドニー行くときに夜に、本当だったら機内食が出たんやけど、なんか寝てて、隣の人たちがもらってる時に寝てて、そこ過ぎた瞬間に起きちゃって、なんか通り過ぎた後に、あ、飯欲しい飯欲しいなんてちょっと言えないやで、ご飯逃して朝機内食ちょっと食べたっていうね、もう全然出る気もない。まあとりあえずあのすれ違う女の子はもう全員可愛いから、もう全部よし、やっぱシドニーいいかもしれない。海外行きて頑張ってこう。はい、ということで、とりあえずお家に着きました。あの後ね、お家に帰ってすぐに友達と、昼ご飯を食べにラーメン屋行き、でその後、ね、自転車を前のお家から取りに戻って、ジムの解約を前のところでして、新しいところを契約して、でなんかちょっとブラブラして今帰ってきたって感じです。で時間はね、確か今午後の6時、もう7時かな、午後の7時近くなんだけど、とりあえず疲れたと、まあ、たったのね10日間ぐらいの一時帰国でね、こっちに帰ってきたっていう実感もくそもないけど、日本もうあと何年か帰れなくなっちゃったなっていう実感はちょっとしぶしぶ感じていると。みんなに会えないのは悲しいけれども、自分で選んだ道だし、いつまでも遊んでばっかりいられないでしょ。日本でね、もう1年分ね、本当にリアルに、まあ、1年はちょっと持ったとしても半年分ぐらいがっつり遊んじゃってね、もうお金もたくさん使って、当分遊びはいいんじゃないってぐらい遊んだんで、こっから半年間ね、大学が来週の月曜から始まっていくんですけれども、気合を入れ直してというか、まあ身を引き締めてっていうんですか、気を引き締めて、まあ、ちょっと今緩んでるのでね、大学が始まるまであと3日4日ぐらいあるのかな、あるので、ちょっとそこでね気を引き締めて、月曜日にね新しい学生生活、大学生活を迎えたいと思います。ということで今回の帰国動画は以上になります。ということで、いいと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。